どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月7日の土曜日なんですけれども、侍ジャパンは本日19時からアメリカとの決勝戦を迎えるわけなんですけれども、その試合を迎える前の段階で、稲葉監督がこういった選手起用をしていくよという明言の部分であったりだとか、そして我らがタイガース糸井選手がこのオリンピックに対してね、もう思いが熱すぎて、まあツイッターでやらかしてしまったということで、まあ今回の動画ではこの侍ジャパンについて、そして糸井選手がツイッターでやらかした、まあ新たな糸井伝説ね、まあ、こういったところについても深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まずはこの侍ジャパンアメリカ戦の前の段階ですね。で、先発投手なんですけれども、稲葉監督が森下投手というところを明言しました。で、森下投手がコメントを出しているんですが、やるしかないと思うので任された以上は期待に応えたい、絶対に勝たなければいけないってところでのマウンドなのでやっぱりプレッシャーはありますと。で、稲葉監督もコメントで、決勝で森下投手というところは決めていた、長いイニングというよりは一人一人と自分の投球をしてくれればいいということで、まあ、前回のアメリカ戦はタイブレイクの末にサヨナラ勝ちで、あの時と同じく決勝戦も裏の攻撃ですからね。まずは森下投手の投球から流れを作っていきたいと。で、森下投手自身は前回メキシコ相手に5回2失点、まあ、しっかり試合を作りました。まあ、森下投手で決めていたということはかなり稲葉監督の中でも信頼があると思うんですね。で、森下投手はこのアメリカ戦警戒するバッターとしてオースティン選手の名前を挙げました。コメントを出していますが、一発は打たれないようにしたい。ここまで来たら誰もが金メダルを取りたいと思うということで、まあ、2年目ではありますけれども、この超大役です。間違いなくプレッシャーはあると思うんですけれども、日本の金メダルにしっかり導いてほしいなと思います。そして対するアメリカの先発なんですけれども、ここはホークスのマルティネス投手というところも明言されています。まあ、今シーズンからねホークスでプレーしているピッチャーなんですけれども、交流戦でもタイガース相手に登板しましたよね。まあ、6回2失点に抑えられて、まあ、白星を献上する形になりました。で、今シーズンここまでは11試合で7勝2敗、防御率が 2.03 ということで、もう本当に安定感抜群のピッチャーですね。で、そういったいろんなボールを使ってくるピッチャーなんですけれども、その中での一番の脅威というのはチェンジアップですね。まあ、全投球割合の2割というのがこのチェンジアップなんですが、被打率今シーズン脅威の0割9分0厘ということで、まあ、ストレートもね悠々150キロを超えてくる中での緩急を使ったこのチェンジアップなんで、かなり難しい球になるんですね。ただ日本には同じホークスでバッテリーを組み続けている甲斐選手がいますからね。まあ、その甲斐選手がマルティネス投手に対してコメントを出していて、マルティネスに関してはいろんなところを知っています、いいピッチャーなら間違いないですけど、日本が勝つために全力を尽くしたいと思いますということで、やっぱりずっとね受けてるピッチャーの球ですから、まあ、いろんな情報というのは知ってるでしょうし、で、こういった情報があるっていうのは本当に大きいですよね。もちろん相手もいろいろ工夫して攻めてくると思うんですけれども、まあ、甲斐選手のその情報というのを中心としてしっかり打ち崩してほしいなと思います。そして厳しい試合展開が予想される中で、森下投手以降のね継投についてもコメントを出していて、最後は本当に全員投げてもらうぐらいの継投をこちらも描いています。選手もそれを理解してくれてると思いますということで、まあ、前回韓国戦で先発した山本由伸投手以外はもうとにかく全員でつなぐよっていう風な感じですね。まあ、もちろんねこの山本投手も準備してくれるとありがたいんですけれども、まあ、その分中継ぎでね千賀投手の目処が立ったりとか、まあ、そういったところは大きいと思います。で、タイガースファンとすればまずは岩崎投手ね、まあ、前回もかなり大事な場面を任されて、まあ、同点は許しましたけれども、勝ち越されなかったのは大きかったと、まあ、稲葉監督も評価してました。そして青柳投手ですね。まあ、青柳投手は韓国戦での登板はなかったんですけれども、果たしてこの全員継投という中でこの青柳投手も選択肢にあるのか、まあ、個人的には前回の動画でもお話をしたんですけれども、使わない勇気っていうのも必要なのかなというふうに思ったりしてるんですね。まあ、さすがに今森下投手をね 2,3 回今1巡ぐらいで変えたとしても、まあ、栗林投手からの逆算で枚数はあるんでね。まあ、もちろんその中には田中将大投手もいるっていう風にコメントを出してますし、まあ、借りを返してこいっていう風なね起用もあるかもしれないんですけれども、まあ、この辺はもう試合の中でどうなるのか、まあ、立山ピッチングコーチのねコメントとか見てると、まあ、そういった起用もあるのかなと思うんですけれども、まあ、首脳陣の采配にこの点は注目して見ていきたいなと思います。そしてここからタイガースメインのお話に入っていくわけなんですけれども、まず矢野監督がオリンピック選手、まあ、梅野選手、青柳投手、岩崎投手ね、まあ、この3人に対してコメントを出しているんですが、いやもうオリンピックは見てられへんよ、気持ち的に俺も経験してるしさ、お客さん入ってないからちょっとあれやけど、それがどうなんかっていうのはわからん、ああいった場面で稲葉監督に使ってもらえている、青柳も結果的に使ってもらったし、スグルもね同点に追いつかれはしたけど、あの後しっかり抑えたというところが流れが来たなと思うし、そういうところではあいつら自身が本当に俺は北京でも野球やるの怖いなという風に思ったのは初めてだったんだけど、あいつらなりに感じることがあると思う。もうとにかくここまで来たからね、なんとか最後まで勝って日本の球界のためにも金で帰ってきてくれるというのも応援することしかできないけどということで、まあこういったコメントを見ていると本当に矢野監督の親心というか心配でならないという感じでしょうね。まあ韓国戦でこの様子ですから、決勝のアメリカ戦ともなればもう矢野監督ねテレビ見れないんじゃないかなというぐらいハラハラだと思います。そしてキャッチャーの梅野選手に対してもコメントを出していて、普段からやっていることやけど普段と同じことがなかなかできにくいこともあるし、あそこで出たものしかわからない感じもあると思う。龍に関しては連絡を取った、ここからもう一戦頑張ってくれよというのと、終わってからのことがあるからこっちも始まっていく
くしさ、そういうところでちょっと話しておいた方がいいかなと思ったからということで、まあ、梅野選手に関しては直々に連絡を取ったという風な感じですね。まあ、同じキャッチャーとしてオリンピックを経験してるっていう部分もあるでしょうし、まあ、いろいろと思うことはあると思います。で、今行われている非公式試合の中では、まあ、坂本選手を中心として、若手で長坂選手、坂枝選手、藤田選手と、まあ、なかなか一軍で出番がない選手たちを試してるんですね。ただそういった試合を見ていて、個人的には、やっぱり梅野選手レベル高いなと、まあ、それだけね、差が出てしまってるっていうところなんで、まあ、タイガースチームとしては、そこの差を埋めていく作業というのも今後必要だと思います。で、梅野選手に関しては、今年 FA 年っていうのもあって、まあ、どうしても心配してしまうんですけれどもね、まあ、まずは今年はもう梅野選手中心のチームですから、まあ、そういったところもね、矢野監督は気を使いながら、いろいろと連絡を取ってると思います。まあ、こういったオリンピックという大舞台を経験して、また一回りね、大きくなって帰ってきてほしいなと思いますね。さあ、そしてですね、このオリンピックの決勝前に、我らが誇る超人、糸井選手がやってくれました。まあ、何があったのか、まあ、タイトルにもあるんですけれども、ツイッターでこの糸井選手の天然ぶりというのを炸裂させてですね、糸井義雄という名前がトレンドに乗るという事態になりました。まあ、まずはこの点について順序立ててご説明をしていこうかなというふうに思います。で、まず糸井選手は7月の31日に、まあ、40歳という節目を迎えて、まあ、それと同じタイミングでツイッターアカウントを作ったんですね。で、8月の1日にいろいろつぶやいていきますわというふうに投稿しました。まあ、これがいいね、いきなり2万以上、そしてシーズン中に、まあ、ベテラン選手がツイッター解説なんてあんまりないですしね。で、糸井選手という人気選手であればなおさら1週間でフォロワー4万人超え、まあ、これからもっと伸びていくと思いますね。まあ、やっぱり糸井選手は年齢的にもね、引退というところがどうしてもちらついてきますし、まあ、野球選手が終わっての第二キャリア、やっぱりこう SNS アカウントとかを持ってるとね、まあ、次の仕事に結びついていったりだとか、まあ、自分自身の影響力を高めていくっていうところもあると思いますんで、もちろんそういったところも考えながらのアカウント解説だったと思います。そして昨日というか日付が変わって今日8月の7日ですね、まあ、夜深夜に寝よ決戦に備えてっていう風な投稿をしました。まあ、タイミング的に糸井選手もね、オリンピックを見るんだなと、まあ、監督も稲葉さんですしね、まあ、元々チームメイトでしたから、で元々タイガースの選手も入ってますからね、まあ、力が入るっていう気持ちはわかります。ただその投稿を見て SNS 上でね、それにしてもちょっと気持ち入るの早すぎないかと、もしかしてだけど朝の7時と夜の7時勘違いしてないかっていう風に、まあ、ネットが少しざわついていたんですね。ただまあそんなことはさすがにないだろうと、朝の7時なんて、まあ、高校野球の甲子園でもないですからね。まあそういった議論が交わされながら迎えた本日の6時56分、え、夜の7時からやんか、てんてんてんという投稿がありまして、まあ、糸井選手やってくれましたね。まあ、これで一気にトレンド入りということで、まあ、リツイートも現段階で1万近くと大拡散。まあ、YouTube でもね、糸井選手の天然集とか、まあ、動画いろいろあるんですけれども、やっぱりいろんな意味でこの糸井選手規格外なんだなというふうに感じましたね。まあ、僕もこの YouTube を通して一番の推しの選手は糸井選手ですっていうところは明言しててね、もちろんこの Twitter アカウントが作られた日にフォローしたんですけれども、やっぱり面白い選手ですね。まあ、やっぱりこの40歳というのを迎えて、まあ、この写真もありますけれどもね、やっぱりこうチームに愛されてるんだなっていうのを感じます。まあ、矢野監督もね、吉尾が打てば盛り上がるっていうところを言ってますし、まあ、シーズンの話になりますが、マルテ選手が間に合わないとか、まあ、いろんな話がある中で、やっぱりこの夏男、ベテランの糸井選手にこの白羽の矢が立つっていうところはあると思うんですね。まあ、そういった中でこの Twitter でも、そして野球界の中でもね、もちろん注目される存在にはなると思うんですけれども、まあ、糸井選手がこの SNS でも野球でもどんな活躍を見せてくれるのか、今後も注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、糸井選手が気合入りまくって時間を間違うぐらいね、まあ、注目の試合になるということだと思います。まあ、宿敵アメリカとの再戦、まあ、日本の選手、そしてタイガースの選手がどんな戦いを見せてくれるのか、まあ、この辺注目して見ていきましょう。まあ、スタメンということを考えていくと、おそらく甲斐選手がマスクをかぶってそのまま最後まで行くかなっていう感じなんですけれどもね、まあ、それでも梅野選手の力っていうのは間違いなく必要になりますし、まあ、左を抑えていくっていうことであれば、まあ、前回はちょっと早めのタイミングでしたが、おそらく終盤の岩崎投手っていうところもあると思うんですね。で、それを繋いでいく段階で青柳投手にまた登板があるのか、まあ、タイガース3選手ね、選ばれて、まあ、それぞれの役割っていうところがあると思いますから、まあ、タイガースの選手の活躍、そして日本の選手の活躍、全体注目して今日の7時から注目してみていきたいなと思います。ということで以上、
今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者12,100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者13,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。糸井選手が朝の7時と夜の7時、時間を間違うぐらいの注目の試合になると思います。日本頑張って金メダル、ぜひとも取ってほしいです。ではまた。